アンリちゃんがブルーロファンから相手にされていません。現在放送中のブルーロック、胸熱な展開の他に友情をこじらせているキャラたちの描写も視聴者の人気を集めています。一部ファンの間ではブルーロックは恋愛漫画なんて呼ばれていたりしますね。そんなキャラ人気の高い作品なので、視聴者同士でどのキャラが一番可愛いかというスレも乱立しており、お嬢、バチラ、ヒヨリ、リン、レオ、ナギ、パッと思いつくだけでもこんなに出てくるなどという人や、過激派だとヒヨリくんとバチラはエッチすぎてイライラする、あ、一番エッチなのはアリュー十兵衛なんだがなどと言っている方もいて、かなり白熱しています。しかし作品の中でも数少ない女性であり、スタイル抜群なアンリちゃんの名前が一向に出てこないんですよね。そんなわけないと思って探したら、なんで誰もアンリちゃんの名前挙げていないんだと質問している人を見つけました。しかしそれに対して、アンリちゃんには性癖壊されそうってほどの何かが個人的にない、1話の時点では一番エッチなんだけど、出番ないうちに他のキャラや新キャラにエッチ度で抜かれた、胸はでかいけど癖を感じないんだよねなど怒涛のダメ出しを食らってしまいます。コメントを見る限り、このリプを送った人たちは男性っぽいので、相当上級の性癖に目覚めてしまった方々だとわかりますね。ちなみにアンリちゃんの話題は一瞬で終わって、第一人号を忘れるんじゃないよ、今じゃそんな珍しくないけど、初期はハイソックスや生足でサッカーしてたのはあいつだけだったんだぞ、自分のことセクシーだと認識している上で肌も歯も見せつけてくれるところたまんないよなと、すぐにライチくんの話題になってしまいました。私はまだそこまでの領域に達していないので、日和とかお嬢が可愛いってところまでしか理解できないんですけど、スレミンの間ではタイザーとかバローの評価がめっちゃ高くて、逆にお嬢と日和はノンケ向けなんて言われていたので、自分のレベルの低さを感じさせられて反省しました。アンリちゃんの扱いは他の場所でもひどくて、例えばブルロのポイントシステムをアンリちゃんに一発抜いてもらう券とか実装したら、みんな能力伸びそうじゃないという最低なスレが立った時も、潔い1日レンタル券とかの方が需要ありそう、主に不公平って言われていたり、女で抜くよりディフェンス抜く方に快感を覚える奴らだからなどとうまいこと言ってる人も確認されています。また恥ずかしがりながらも了承した後、選手たちがスマホ返却やステーキにしかポイントを使わなくてショックを受けるアンリちゃんはありですかってレスもありましたけど、実際そうなりそうで笑いました。一部ブルーロックのレオネトラレ展開とかに対して、女子しか意識してないやろみたいなことを言ってる人もいるんですけど、作者さんが前作から男同士のクソデカ感情を扱うのが好きな方だったので、どっちかというと好きで書いてるんだと思います。アニメ公式がかなり攻めた内容を提供しているブルーロック、純粋なスポーツ漫画として楽しむのも最高ですが、時にはノンケの皆さんも恋愛作品として楽しんでみましょう。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。